と水遊びグッズを紹介するわよ。ちかちゃんも幼稚園のプレに行き始めたので幼稚園用の水遊びグッズを買ったのよね。それじゃあ紹介していくわよ。うん、松屋で買ったものから紹介するわ。ちかちゃんはいちごちゃんのプールバッグにしたのよね。お姉ちゃんのはハミングミントちゃんのプールバッグです。たまえちゃんとちかちゃんはハミングミントちゃんが大好きなのよね。ね、バスタオルは水着が着替えられる体に巻く仕様にしたわ。これも西松屋で買ったのよね。お揃いのビニールサンダルも買ったわよ。ちなみにこの帽子も西松屋で買ったのよ。これもお姉ちゃんとお揃いよね。水筒もハミングミントちゃんにしたのよね。一緒のハミングミント。二人でお揃いでとっても可愛いわね。喉乾いたよ。うん。ボタンワンプッシュですぐに飲めるからとっても便利よね。これはサンリオショップで買ったわ。ヘッドポーチも二人で買ったのよね。こっちはお姉ちゃんの。これもハミングミントちゃん。ちかちゃんのリボンのついたポケットバッグよね。あとはボンボンリボンちゃんの名札につけるハンカチも買ったのよね。これもとっても便利よ。こうやって名札の後ろにハンカチをつけるとすぐに拭けてとっても便利よね。お口も拭けるわ。これはお姉ちゃんのハートの傘よね。これはマザーの上で買ったわ。リボンのお揃いよね、うん、ちなみに雨がっぱもマザーウェイで買ったのでお揃いよね。美味しそうだな。